演舞開演。どうも、本日はこちら日清のリッチカップヌードルアワビアン風味オイスター煮込みを食べたいと思います。こちらのスープは最後に入れるということですね。やっぱり普通のカップヌードルとは違いそうです。ではお湯を入れていきます。お湯を入れました。蓋を閉じます。では完成までしばしお待ちを。出来上がりました。ではここに先ほどの仕上げスープ入れていきます。ではいただきます。本当だ、いつもと全然違います。オイスターの風味がスープの中に溶け込んでいて、それがうまく麺や具材と絡んでとっても美味しいです。リッチコラーゲンというのは今一つよく分かりませんが、弾力のあるなコラーゲンと思わしき熱帯もしっかり歯ごたえがあって美味しいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。大変失礼。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。